お金のニュース。話題。インフレで老後4000万円問題に。5月13日のお金のニュース。老後2000万円問題。もはや4000万円と専門家が分析。円安、物価高が直撃。5年前に発表された老後2000万円問題。インフレのせいで4000万円問題になってるよーっていうニュースです。最近、物価高。つまり、インフレが進んでますよね。激安スーパーでも全部値上げっていう状態になってるそうです。 お米の値段は以前と比べて約1.5倍に。ここでまた蒸し返されているのが5年前に騒ぎになった老後2000万円問題です。年金生活夫婦の平均的な支出は月26.4万円。実収入は20.9万円。すると毎月の赤字は5.5万円。そうすると30年だと約2000万円不足するよねっていう、こういう話ですね。 で、これを聞いて、そんな大金準備できるかってことで大騒ぎになったのが、老後2000万円問題ですね。で、先ほども伝えた通り、最近は円安の影響もあってインフレが続いています。こうなると、2000万円でも足りないよねって話になるわけです。そこで、専門家がこう言ったわけですね。20年後には4000万円ぐらいをイメージしなくてはならない。これはまた随分と大きな数字ですよね。一体どこからこんな数字が出てきたのか。 計算イメージはこの通りです。物の値段が毎年3.5%上がると仮定しましょう。そうすると、今年2000万円で買えたものは、10年後には2821万円出さないと買えなくなる。20年後には約4000万円出さないと買えなくなる。物の値段が上がり続けるなら、それに合わせてお金も多く用意しないといけないってわけですね。4000万円本当に必要か結論いりません。 こういうニュースに振り回されて、老後対策として4000万円貯めようとするとか、本当にいけてないですよ。なぜか、こういう数字の作り方自体が適当だからです。2017年に話題になった老後2000万円問題、そもそも2020年時点ではなくなってたっていう話、知ってますかねリベダイでは動画も作ってますよ。今回のニュースで不安を感じた人は、必ず見ておいてほしいです。今どうなってるの 老後2000万円問題の最新事情について分かりやすく解説。この動画ですね。次、国が作ったこちらの統計資料を見てほしいです。2020年版の65歳以上の夫婦高齢者無職世帯の家計収支です。目をカッと見開いて一番右下を見てください。黒字1111円って書いてあるでしょ年金などの収入から生活費を引いたら毎月の収支が黒字だったんですね。 2017年時点ではこの部分がマイナス5.5万円だったんですよ。だから30年で累計2000万円の赤字が発生するっていう計算になったんですね。ところが2020年時点では毎月黒字。つまり30年で不足するお金なんてない。老後2000万円問題はつゆと消えたってわけですね。では最新の統計ではどうなっているのか。2023年のデータはこの通りですね。今度は 右上の部分を見てほしいんです。不足分37,916円となってますよね。つまり、2023年のデータでは、夫婦、高齢者、無職世帯の家計は、毎月約3.8万円の赤字。30年だと、累計約1,370万円の赤字になるってわけです。老後2000万円問題は一旦消えましたでも、最近は、老後1,370万円問題として復活しましたこんな感じです。さあ、皆さん。 ここまでの話を聞いてみんなどう思ったでしょうかあ、そうなんだじゃあ1370万円貯めますって思う人あんまりいないんじゃないですかねどちらかというと、え毎年こんなに数字変わっちゃうの当てにならないじゃないかこう感じる人の方が多いんじゃないですかね今回のニュースにあったようなインフレ率の増減まで加味し始めたらもう終わりなき永遠のシミュレーションが始まりますよ。じゃあどうすればいいのか結論です やることはいつも同じ。こういうニュースに振り回されて不安になったらあかん。ニュースで、老後資金に2000万円必要ですって言われようが、老後資金に4000万円必要ですって言われようが、老後資金の準備はいらなくなりましたよって言われようが、みんながすべきことはいつも同じです。お金にまつわる5つの力を鍛えて発揮する。これです。貯める力を使って満足度の高いお金の使い方をしながらお金を貯める。欲望に優先順位をつける。 増やす力を使って値上がり益や配当金、利息を獲得する。稼ぐ力を使って好き、得意で楽しく稼ぐ。守る力を使って貯めた財産をぼったくり商品や詐欺、税金などから守り抜く。使う力を使って人生を豊かにする。これだけです。20歳でも30歳でも40歳でも50歳でもやることは変わりません。やるべきことをきちんとやっていれば収入や資産は自然と増えていきます。 老後資金のためになんて意識しなくても自然と資産5000万円超の小金持ちぐらいには到達できますからね。やるべきことを積み上げた先には老後問題なんてありません。以上です。